新湯高院山古墳群は、静岡県岩田市向笠岳のうちに所在する、弥生時代中期から、古墳時代前期にわたる墳墓で構成された、古墳群である。1987年7月3日、国の史跡に指定された。本古墳群は、天竜川と大田川に挟まれた、岩田原鉱石大地の東園辺部に小丘料があり、その小丘料上に30基以上の小型古墳、大丈夫。 周公墓が分布している。古墳群は AD の4地区に分けられている。1980年8月から D 地区の土取り工事に先立って発掘調査が実施された。その結果、2期の前方公園墳と大乗墓1期、弥生時代の土工や土器質疑の存在が確認された。東側から1号、西側に2号、また接する西側に3号と並んでいる。 1>, 1号墳は、丘陵の東先端にあり、全長33メートルの前方後円墳である。2号墳は、丘陵の高所にあり、全長34メートル、前方部長さ11メートルでバチ型に開く、前方後円墳で、吹石は見られない。3号墳は一辺12メートルの方形大丈夫で、四隅を切ってある。1号墳の主体部が、発掘調査されていないために不明である。 二号墳は公園部に縦穴式石室があり、そこには箱型木管が収められていたと推測されており、石室の長さ5メートル、幅約1メートル、高さ0.7メートルである。石室内から、銅属、鉄剣、槍崎、自家刀、白菜三角円新住居が、母校内からは、銅属、鉄属、小型素文鏡が出土している。前方部には、 歴格上の埋葬施設があったと見られている。3号墳の主体部からは、箱型木管が見つかっている。管内から剣、槍ガンナ、鉄属が主体部の真上から、古墳時代前期の壺形瓦原家が出土している。ありがとうございます。